人生に悪あがきを続けようっていうことで、お疲れ様です。はい、今回この悪あがきという僕のもう心をもうめちゃくちゃ震わせてくれて感動して、もう一本の映画を見たような気分になったので、もうこれを機に俺の人生もっと感動的に、自分が主役やから漫画みたいな人生生きてみたいなって。やっぱなんか自分の人生って自分が一番主役やと思うし、それ以外の人たちってやっぱ傍観者やと思うね。子供の時あの時描いた夢、こういう風に生きていたいなとか、こういうことやってみたいなとか、いろいろあると思うねんけど、大人になったら諦めちゃいがちな人生になってると思うねんけど、でもこの本の著者の北里洋平さん、ここにも書いてる通り、諦めることを諦め悪あがきを続ける主人公の自由でバカな物語、もう爽快にバカで根拠のない自信でどん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 漫画みたいに夢や目標っていうのを突破していく、そんな突破力、そこから来る覚悟や思い、すごく僕は共感しました。これから自分も、YouTube を通してジョーブログで挑戦していきたいと思うんですけど、何かこれから自分の人生を通して一歩踏み出したい人、やりたいことがあるけど諦めちゃいがちな人、この洋平さんのマインドから学ぶ部分がすごくあるんじゃないんですかね。自由にまだまだ俺たちは生きれると、子供心を持って未完成でもいいから、才能なんてなくてもいいから、悪あがきを、人生に悪あがきを続けようっていうことで、この本読んでください。 Let it go。 そして今回この著者の北里洋平さんとこの後対談があるので、よかったらこの動画を見てください。ということでね、北里洋平くん、マイメンですけれども、ちょっとびっくりするぐらい、面白かったし、力ももらったし、自分のね、子供にも勧めて、今読ましてるんですけれども、これから大人になる、子供になる、人たちがみんな読んで、大きくなれたら素敵な、素敵なか分かんないですけどね、ややこしい可能性もありますけれども、いい世の中になるんじゃないかなと思ってます。夢を諦めることを諦めた男の話、おすすめです。ブルー。